はいどうもこんにちは、こんばんは。嬉しい報告を聞きたいよって来たご紹介、どうもトリフィーです。ということで今回はなんですけど、今回はですね、まあこれですね、まあタイトルにもある通り、スイッチ勢にね、めちゃめちゃ朗報があります。まあ、そしてまあタイトルはちょっとね、まあ、僕のリスナーがスイッチ勢多いっていうのと、まあその方が再生数取れそうだったっていうのもあるんですけど、まあタイトルはね、あのスイッチだけにしたんですけど、これなんと、プレステの方、そしてね、パソコン以外のね、まあデバイス、まあだから Xbox とかそういう方にもね、これ実は朗報です。ということで今回はね、その朗報をね、お伝えするために今動画を撮っているということでね、まあちょっとその朗報を知りたいですか、皆さん教えてあげましょう。ということで今回はね、まあちょっとアリーナのソロね、全然やってなかったんで、まあアリーナのソロでもやりながらね、早速まあお話ししていこうかなと思います。さあ、ということで、アリーナ入るはずだったんですけど、ちょっとあまりにもマッチしなさすぎるんでね、まあちょっと普通の、ソロに、させていただきましたよということで、まあ皆さんね、まあ何が朗報なんだと、まあそれが一番気になってると思うんで、最初に言いたいと思います。なんと、クリエイティブ 2.0 が全機種対応らしいです。やったー、いやー、これは嬉しい。まあね、まあ延期に延期を重ねられているこのクリエイティブ、2.0 なんですけど、なんとね、全機種、対応するらしいです。これはですね、まあ、公式の、ティムなんとかさんがね言ってて、ティムなんとかさんもめちゃめちゃ偉い人ですよ、エピックの。まあ、この人が言ってたんで、もう 100% そうですね。で、ただこれ注意してほしいのが、クリエイティブ 2.0 追加された瞬間に、まあ、全機種対応するわけじゃなくて、まあ、クリエイティブ 2.0 が追加されてからちょっとね時間が経ってから、なんとね、まあ、全機種に対応するらしいんで、まあ、多分最初はパソコンだけだと思います。ただ、まあね、最終的には将来的には絶対に、なんと全機種ね、対応することが、決まりました。いやー、もう素晴らしいですねこれは。で、延期に延期を重ねたってまあ僕言ったと思うんですけど、これじゃあ結局いつになったのかね、本当ならもうね多分使えてるはずだったんですよ。そう、本当ならもうもうだいぶ使えてるはずで、僕多分2022年のフォートナイトはこうなるみたいなね、2022年ですよ。それでクリエイティブ 2.0 が、まあ、2022年中にできるようになるよって言ってたんですけど、結局ね延期に延期を重ねて今年のね1月に来ると思われてたら、また延期を重ねたと。で、まあ、いつ来るのかと、はい、今の最新情報で言うと、まあ、またねこれ、さっき言ったね、まあ、ティムさんですね、ティムなんとかさんが、まあ、これあれですね、なんかフォートナイトのクリエイティブのなんか情報を流してる人がツイートしたリプランに、このティムさんがまあこんな感じのリポをしていて、申し訳ありませんが1月に UEFN はありません、まあこれあれですね、クリエイティブ 2.0 はありませんと、現在3月を目標にしていますっていうのが書いてあるんで、これはですね、3月、確定です。で、なんか他にも、なんかね、クリエイティブの、まあこれもツイッターで情報流してる人が、まあ全デバイス、まあどのデバイスが対応するんですかみたいなことを聞いたんですよ。あとはこのツイートですね、クリエイティブ 2.0 がコンソール、モバイル、ニンテンドープラットフォームにどのように組み込まれるかについて完全な状況を知る必要がありますみたいな。受け取るのはスクリプトだけですか、それとも新しいデバイスだけですかっていうのを、まあツイートしたわけですよ。そしたらそこになんとティムさんが返信をして、ファーストスクリプトは PC の UEFN エディターを使用して編集され、作成したスプリクトユーザープレイするみたいなことをね、まあ、この画像の通り、今画像で出てると思うんですけど、こんな感じのことをね、まあ、ティムさんが言ったんですよ。まあ、これつまり翻訳すると、全てのデバイスで使えますよと、そう言ってるんで、まあ、もうこれが証拠ですね。はい、これも言ってるんで、確実にスイッチにも来ます。はい、PS4 にも来ます。はい、 Xbox にも来ます。多分これティムさんのツイート見る限り、多分スイッチとかにもなんかワイヤレスのキーボードとかを多分繋がなきゃいけないのかな。ワイヤレスだっけ、多分ワイヤレスしか繋げないのかな。ちょっとスイッチのどうやってキーボードを繋ぐかがコンバーター以外ちょっとわかんないんですけど、あ、コンバーターはダメだけどね。だから多分繋げるやつあるよね、キーボード。多分ゲームとかでは使えないけど多分使えるやつがあると思うんで、まあ、多分それを繋ぐとスイッチではできるのかな。多分 PSO とか直差しできるからまあわかるんだけど、いやでもこれいいよな。僕もね、小学校の頃なんかなんだっけな、まあ、マインクラフトのサーバー、ポケットエディション、スマホ版っていうか、今だったらあれか、統合版っていうのかな、そのサーバーを立ててて、当時ね、サーバー立てるのがめっちゃ難かったのよ。今はめちゃめちゃ簡単に友達とできるやん。ただ当時めちゃめちゃ難しくて、ただ僕はもうね、もう小学生ぐらいからネットにのめり込んでいたらもうクソインキャだったみたいで、サーバーを立てたんですよ、もうなんとか。で、ポート開放とかもなんとかしたんですよね。僕マジですごいと思ってて、これ小学生でまあポート開放とかしてね、で、なんと簡単なね、まあ、コッペとかですけどプラグインとかも作れたんですよ、サーバーの。今はもうね、忘れてもう作れないんですけど、すごいなんか自分語りみたいになってますけど、これまあ僕はそういうことができてたわけですよ。だから、この、クリエイティブ 2.0、これなんかね、確かバースって書いてあったやん。なんかバースっていうなんかプログラミング言語的なやつを使って、まあね、なんかクリエイティブでマップを作るみたいな、そういったことができるらしくて、
これつまりあのプログラミングをね学ぶことができるんですよ。まあ、 あのいろんなプログラミングがあるんで、まあ、これ学ぶと全部できるよとかそういうのはないと思うんですけど、でも、まあ、プログラミングって多分、まあ、大体基盤とかは似てるんですよ。わかんない、このバースのっていうプログラミング言語が、まあ、どんな感じかわかんないから、まあごめん、あんま言えないわ。わかんないけど、でもそういうプログラミング触れることによって他のプログラミングにね興味出て挑戦してみてね、ハマるみたいなことも、まあ、僕はあると思うんですよ。って考えたらこれ多分教育にもめちゃめちゃいいと思うんだよね。だからマインクラフトがなんか今教育に組み込まれてるのと一緒で、まあフォートナイトも今後多分そんな感じにね、あのなっていけるんじゃないかなと、そういう使い方できるんじゃないかなと、まあ、クソみたいななんかね変な動画上げてる僕が言うのもあれですけど、まあだからつまりこれ本当にすごいことなんですよ。だからもう本当スイッチでもできたらねマジですごいんですよ。だからマジであの多分難しいと思う。最初は絶対みんな難しいと思うけど、あのもうやるしかないね。僕の小学生だった頃はもうとにかくやってた、もうとにかく調べて、もう挑戦したらもう簡単なことぐらいはできるようになってくるんですよ。だからねこれみんな挑戦してほしいね。もしスイッチとかで、来たら多分僕の視聴者一番スイッチの人が多いと思うし、多分このタイトルね、あの再生数を稼ぐためにあのスイッチの方に朗報ですみたいなタイトルになってると思うんで、もうスイッチの方には本当強く言うんですけど、僕本当にその時プログラミングとか学んで結構楽しかったし、まあそんな難しいプログラミングやってたわけじゃないから、まあ、あんま言えないけど、まあただね、あのそういうことをやってたおかげで今こうやってねネットにのめり込んでね、まあ陰キャになってしまってるんでまあそういうところは注意してね、まあちゃんと外で遊びなよっていうね。でもねこれはマジですごいことですね。クリエイティブ 2.0 がね誰でも、もうスイッチでも PSO でも誰でもできるっていうガチですごいことなんで、本当に皆さんね、楽しみに、しておきましょう。まあ3月中には来るはずなんで、今のね今の情報だと、まあ、また伸びる可能性はあるよ。まあてな感じで、まあ3月にね、まあ、クリエイティブ 2.0 が来て、まあ、3月には多分追加されないと思うんですけど、なんだ早くて今年中ぐらいなのかな。それくらいにあれですね、あのまあスイッチとか、まあ、PSO とか、まあ、あの XBOX とかでもまあね導入されるので、クリエイティブ 2.0 は、まあ、ぜひ皆さんね、クリエイティブ 2.0、楽しみにね待っておきましょう。いや僕もこれ普通に楽しみっすね。まあということでこっからはもう戦っていきましょうか。あ敵いましたね。ちょっともうどんどん戦っていく。でもさ、なんか僕動画で毎回なんか一人と戦って死ぬんだよな、こういう動画マジで。でシャクタンリーなくてレッドゲームとか行くんでしょ。あ人いった。危ない。待ってお前バカ野郎、ちょ危なすぎる。いった、マジ痛い、危ね。はい危ない。待ってマジ誰も来んな。危ねえ。あわーうわーうわーう。やばい、こいつご了承やばい。危ない。やばい、危ない。やばい、撃てないんだと。ええー